ですね、メニューがいくつかありまして、でそれを2台に分けて、2台体制らしく、久々にその順調に進んで、もう足回りから、空力というよりも足回りが多かったかな。でいいのが見つかって、最後はその組み合わせいいと思われるものでアタックしました。中島レーシングに関しては去年の終わりからすごく良くなってきて、でそのセッティングをほぼそのまま来ているので、ちょっとアジャストはしてるんですけども、タイヤの違いそんなに大きくないと思うんですよね。ただ、コンパウンドが硬くなってコンストラクションもちょっとしっかりしている割にはグリップ感は多いし、全体的なグリップ感っていうのは今のそのマシンのダウンホースレベルと合ってるのかもしれないです。ただちょっと温まりが厳しいのでシビアな面もあります。速くて、そうです、こんなに踏み込んでいっちゃってもコースにとどまれるんだとか、このスピードでも全然ラインつけるんだっていう、いい方の驚きですよね。それはやっぱりタイヤが変わったことと路面がこの時期だっていうことが影響してますよね。トップタイムが気持ちよかったっていうのもありますけど、乗ってて気持ちよかったですね。思い通りに久々に動いてくれたんで、車がまだ完璧じゃないんですけど、ほぼこんなイメージ出してたらいいなっていうのに近かったので、それは嬉しかったです。ホミラ日本も僕も、ね、10年近くスーパーホミラです、すいません、スーパーホミラです、10年近く乗ってるので、ただですね、僕らしい走りというか、やっぱりその、長く乗ってるから丸くなるっていうんじゃなくて、新人のような気持ちで、僕はまだ何も成し遂げてないので、チャンピオンも取ってないので、開幕戦からガンガンいって、もちろん2位3位を目指すのではなくトップを目指して、ダメだったらリタイアでもいいかなぐらいのつもりで頑張ります。